3つしかないじゃない。あったか、3、はい、1、2、3、4。じゃあ、いはいくつあるでしょうか。3個、松山さん早いね、3、はい、1、2、3、3個ですね。4、何が上、違う、3個だもんね。4、2の3個で僕、4個、うるさいわ、のくお前は。女性の心を気づけないよ。そういう時は3個だねって言えばいいの。あんたそういうこと言って嫌われるよ。4個だって松山さんに意地悪ね、みんな。僕あんたの味方だから。じゃあ上から数えるよ。3、はい、1、2、3個でした。うはいくつでしょうか。4個だよ。4個。またすぐだね。3、はい、1、2、3、4、4個でした。じゃあ、うはいくつでしょう。4個。5個。じゃあ、いくよ。3、はい、1、2、3、4、5だな。5個で、一番たくさんあったの、そうすると何？うか、ほんと。でね、音をつなげると言葉になります。あお、ね、言葉になったでしょ。青いの青だよ。うおってなんだか知ってる？何？魚の。そう、あんたよく知ってる。魚って魚のこと言うんだよな。じゃあ上。上って言わ。そう、高橋さん上だ。よし。じゃあうい。うい。ういって言葉ある？ある。ない。あ、いや、うい。大場君、ういってあるか？お母さんサイン送らないでね。ういってあるか？ある。目をね、そっち合わせなければいい。ういういって何？ない。ういういういってのはお父さんお酒に酔っ払うでしょ？ういういって言うんだよ。じゃあ、うーは？後ろう。あう。あうはあう。おう。あおうか。おうはあるか？おう。おう。王様のおうだ。な。じゃあ、ゆ。言うこと。そうだ、あんた言うこと来てる。言うことだ。いい。ああ、いいね。みんなはいい子だ。いえ。じゃあ、いえ。いえって言葉あるね。いお。いおって言葉はないな。おい。おいか。じゃあ、子供がやってきました。その時ね、みんな先生のこと嫌いになっていいのよ。さっき好きかって聞いたのはそのためなの。だからみんな今日ね、みんな先生のこと嫌いになってね、憎たらしい顔して言うのよ。もっと憎たらしい顔して、おばくん。あんた優しい、いい顔してるね。でも嫌いになってもいいのよ。もっとね、嫌いっぽい顔するの。もっと口横引っ張って、もっと嫌いになりなさいよ。好きそうな顔してるの、チューするぞ。この口がいい。じゃあ今日いい。もっと横を引っ張っていい。もう、まあ、口に手入れちゃダメ、それ。あまり綺麗じゃないから。痛いよ、あんた。ちぎれちゃうから、よしなさいって言うのんだ。じゃあもっと引っ張るよ。もっと引っ張るよ。そこで、あの音の練習です。だんだん長くなります。それは普通の言い方です。山田君姿勢悪い。大きさを開いて。それは長くなります。もっと長くなります。ところがもっと長くなります。いい？息をいっぱい溜めとけよ。3、はい。うで行こう。う。それは普通の言い方です。お口を悪くして、う。お父さんお母さんとチューする口だぞ。う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 。じゃあカタカナのラじゃん。山田君、お母さんにチューしてあげてますか。うん。何してあげないの。私してる。え？私してる。あんたしてあげてるか。あのね、パパあんまり詳しく話さないよ。それね、ちょっとあのいろいろと問題が出てる。え？立ててみる。なんとお父さんに注射が入ってるの？大坊がしてる。
何嫌なの？僕チューするの。あとお父さんチューしてあげてるんでしょ？それでどうだよ。でもさ、ママが先生それ片方のなんだよ。え？ママがチューしに来るんだもん。ママがチューしに来るの？お母さんに？であんたがしちゃダメって言うの？まあ女の戦いねあんた。でどっちが勝つの？片方のなんだよ。じゃあちょっと待って。竹本さんのチューちょっと複雑なんだぞ。竹本さんが注意しようとするとママが注意しに来るんだって。それで、ママが注意しちゃダメってなったの。違う、私がダメ。あんたがダメって言うの？はぁ、意地悪だねあなた。じゃあお父さん何あんたにしてもらってるの？だから、そういうわけじゃなくて、まあいいか。じゃあ二人にしてあげればいいじゃん。お父さんな、お父さんのほっぺたこっちはあなたが下げて、こっちのほっぺたはお母さんにしてもらえば、そしてそういう約束すればいいんだよな、山田くん。それカタカナなんだよ。え？だ。なんかウと似てる。まあいいよ、ウの勉強。ウ言ったら。ウ。そう、あだからあんた上手だ、言い口してる。だけどね。あの人ねちゃんとチューする口できるもん。ウーさん。ウー。じゃあ伸ばすよ。ウー。伸ばすよ。さあこれでできるか。さん、はい。じゃあ今度は A で勝負。A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  はねちょっと口丸めて。A。A。A。長くさん、はい。今度おで勝負だぞ。おおおさん、はい。おおお長い方ですよ。あうー疲れた。じゃあ行ってよ。アヒル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 に見え？アヒル。何に見えるじゃん。それじゃ猫じゃん。ね、猫？インコ。じゃあインコにするか。インコ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 って何？インコ？インコって鳥がいるの。オーストラリア行ったらね、ものすごく綺麗な鳥いっぱいいた。インコ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 。なんかうんこに聞こえるよ。うんこ。インコ。インコ。誰がうんこなんて言ったんだ。あんたは。インコ。インコ。インコ。これよくない？やっぱアヒルでいこう。さあさあ、大体変更でこれアヒルだと思う。先生がアヒルだったらアヒルでいいの、あなた。その皆さんだ。アヒル。アヒル。アヒル。いいじゃないのか。いいね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 。あ、これ犬じゃないよ、これ。猫だよ、こいつ。これ猫。犬か。ほじゃこれ何よ。うさぎか。うさぎ。自分で僕はいいの、うさぎって言えばうさぎ。うさぎ。どうぞ、待ってください。うさぎ。反抗期。うさぎ、うさぎ、うさぎ、鉛筆、鉛筆、鉛筆はね強いの。また、つばはいいの、つばはお前は。つば入りゃいかんすこれ。もしやるんだったらいっぱい空気溜めてけ。で、ここで指で押さえるのよ。出る？もう一回いくよ。いっぱい空気溜めて出たかいさんいか。
うん、それでね、BW の歌ができるの。パピプペポの歌がいい？聞いててよ。パピプペ。聞いててよ。ハチガト、お池の周りに野バラが咲いたよ。ハチガト。やってみてごらん。さん、はい。ハチガト、お池の周りに野バラが咲いたよ。ハチガト。なんか臭くなってたな、おい。いや、鉛筆。おお、唾飛んできたな。鉛筆。そう、高橋さん上手だ。みんな高橋さんにやってよ。鉛筆。鉛筆？あ、今ね、しげまさん面白いこと。鉛筆だっていくよ。鉛筆さん、はい。これ鉛筆って言うんですか？鉛筆。あ、そう。じゃあ。じゃあ。いいよ。パピプペポの音難しいんだもん。鉛筆さん、はい。鉛筆。うん、臭い。じゃあ、うんと臭いの出してあげようか。内緒だよ。先生の臭いんだから。ない。じゃあやってごらん、さん、はい。うん、臭い。誰もやって、あなた。さあ、鏡くんの臭そうだな。鉛筆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 。鬼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 。このおじさんは悪いおじさんでね、ジュース飲むとね、空き缶をね、ポイッと捨てちゃう。なんかしいの？ダメ。おじさんよく覚えとって顔、悪いおじさんでね、ちゃんとね、空き缶はね、空き缶捨てるとこ捨てなきゃいけないでしょ。でもこのおじさんはね、こんなことしていいの？ダメ。覚えてください、このおじさん、ほんと悪いおじさんだから。いい？こんな顔してた？口はこんな口？これ？そう、そう。こっちじゃなかった？今の。これ？違う。これ？それ。じゃあ目はどんな目だった？こんな目だった？じゃあ、目はね、こんな目だった？違う。こんな目だった？違う。そう、そう。こっち？違う。これ？そう。頭こうだった？うん。頭こうじゃない。じゃあこんな頭？違う。じゃあこんな頭？違う。この頭？違う。そう、そう。このおじさんだよ、空き缶をポンポン捨ててた人は。な？そんなことしていいのか？ダメだよ、このおじさんは悪いおじさんでね。このおじさん悪いんだよ。信号無視はへっちゃら、シートベルトはしない。それでね、運転してる時にね、携帯電話かけてるの。なんかしいいのか？ダメ。メールまで打ってるんだよ、車の中で運転しながら。いいのか？ダメ。悪いおじさんだよ。こうやってね、駐車場がない時はね、平気でね、そこら辺に平気で止めるの。なんかしいいのか？ダメ。悪いおじさん、駐車場がないと止めちゃいけないんだよ、このおじさんだ。今のおじさんね、頭こんな頭？違う。こんな頭だった？違う。じゃあこんな頭だった？そう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 。これ？こっち？違う。そうそう。これだって。そうそう。じゃあこっち？違う。こっち？じゃあ目はどんな目だった？目は違う。この目？うん、違う。この目？違う。じゃあこの目だった？違う。どれよ、これ？違う。これ？それ。これだった？うん。そうだね。じゃあ口が違うな。口はこんな口？うん。こんな口？違う。こんな口？そう。こんな口だった？うん。こっちの口じゃなかった？違う。こっち？うん。このおじさんだよ。信号は無視して中でも走っていくしね、変なところで車止めたりね、運転中に携帯電話かけてる。いけないね。このおじさんだ。本当に悪いおじさんだな、これ。だな。ここにひらがなが隠れてます。もう分かっちゃうな。ここにひらがなが隠れてます。ここにひらがなが隠れてます。じゃあちょっとしか見せないよ。いい？